八代将軍足利義政の後継者争いに端を発した京の騒乱は、西軍山名宗全、東軍細川勝元に分かれ、日本を二分する大乱に発展した。世に名高い応仁の乱である。日本全土を吹き荒れたこの大乱は11年の後一応の収束を見る。しかしこの争いの中で生み出された下克上の思想が100年にも及ぶ戦国時代の到来を招いたのであった。親兄弟でさえ争い、真偽はなく、権威さえも失われた戦乱の世では、力なき者は滅び、力を持つ者だけが戦国大名と呼ばれた。その中で戦乱の世に歯を唱えるべく、近畿、中国、関東各地で力を伸ばした軍友たちがいた。毘沙門天の化身、腐敗の偽証、上杉謙信、風林火山の軍略のもと、戦国最強軍団を率いる武田信玄、西国の雄にして希代の豪将毛利元就、そして東海一の弓取り今川義元が乱世に終止符を打たんと京への上洛を開始する。隣国尾張を蹂躙し、上洛路を確保すべく進軍する今川軍2万5千。これに対し後の天下人織田信長はわずか5千の軍勢をもって挑む。ここに戦国の覇者を目指した軍友たちの戦いが始まり、混迷した歴史が新しい時代へと流れる。すなわち戦国覇者への道、天下布武の幕開けであった。